年頃になると父と息子はよく言い争いをします。曲を作った堀内敬三さんもお父さんにひどい言葉を残したまま上京してしまいました。投げつけた言葉を反省してお父さんに謝りの手紙を書きましたが出しそびれていました。やがて届いた知らせは父の急死でした。ああどうしてどうしてという思いで堀内さんが作られた曲です。堀内さんステージの方へどうぞ。先ほどに引き続き私も生で歌っていただきます。一言。はい、昨年はテレモンという天国にかかる電話があったらいいなという歌を、言わない皆さんと一緒に共演させていただいたんですけども、今年は私が20歳の時に亡くなった父に生前出すことができなかった手紙を30年近く経った今、本当に素直な気持ちでこの曲を通して天国の父に手紙を出したい、そんな思いで作らせていただいた父への手紙という歌を本日は共演させていただきたいと思います。よろしくお願いします。堀内さんに歌っていただきながら踊ります。父への手紙。あんなに生意気なこと手紙をあなたに今送る。